よーし、霊夢。試験を始めるぞ。え、急に何よ。いきなりだが、今回は過去にも大好評だったマイクロソフトの入社試験の第2弾にチャレンジしてもらうぜ。ちょっと待って、今すぐ準備するから。じゃあ今回の動画では、これができたらマイクロソフトに入社できる、マイクロソフト入社試験5000、ということについて話していきたいと思うぜ。よろしくお願いするわ。これから全部で5問の問題を出す。それぞれの問題について、考える時間を10秒設けるぞ。もう少し時間が欲しいなって人は、一旦動画を止めて考えてね。なかなかの難問揃いだからな、じっくり時間を使って考えても構わないぜ。目指せ全問正解、は無理でも、なんとか半分は取りたいわね。では始めよう。マイクロソフト入社試験、第1問、毒入りの錠剤。うわ、いきなり物騒なものが。ここに、錠剤が入った瓶が5本ある。だがそのうちの1本は、中身の錠剤すべてが毒に汚染されている。見た目では全く区別がつかず、毒入りを見分ける唯一の方法は重さだ。錠剤はすべて1錠 10g だが、汚染された瓶の錠剤はすべて1錠 9g になっているぞ。もろもろの都合により、はかりを使って測れるのは1度だけだ。この状況で汚染された薬の瓶を見分けるには、どうしたらいいだろうか？一回測ってすぐわかる。そんな方法ある？さあ考えてくれ。タイムアップ、答えは出たかな？全然わからないよ。だって毒の薬を見つけるには、1瓶ずつ順番に中の薬を測って重さを調べるしかないでしょ？運よく一発目で 9g に当たったらいいけど、もし違っていたら終わりだわ。残り4本の瓶から当てずっぽうで選ぶしかなくなっちゃう。かなり難易度が高い問題だからな。それではヒントを出そう。ヒント1。1つずつ測れないのだから、一度に全部測るしかない。ヒント2。ちょっとした計算が必要だぜ。さて、改めて考えてみよう。何か方法はあるだろうか？まずヒント1から検討してみよう。一度に全部って、すべての瓶から錠剤を出して一緒に量りに乗せちゃうってこと？ああ、そうなるな。例えば1粒ずつ出して乗せたとすると、普通の錠剤が4つで汚染された錠剤が1つあるはずね。10g が4つで 9g が1つだから、全部で 49g になるわ。でも、結局どれが 9g かわからないから、意味がないんじゃないの？ここで一工夫が必要になるぜ。ヒント3。すべての瓶から、同じように、一つずつ出して測ってもわからない。ではどうすればいいのかを考えよう。同じじゃダメなら違っていればいい。ああ、わかったかも。よし、では聞こうかな。取り出す数を変えればいいんだわ。まず、5本の瓶に1番から5番まで番号をつける。そして1番からは1錠、2番から2錠、3番から3錠、4番から4錠、5番から5錠を取り出すのよ。汚染される前の錠剤ならすべて 10g だったから、10、20、30、40、50で、合わせて 150g になるはずだったわ。でも一つの瓶が汚染されたから、9g の錠剤が混じることになったんだよな。ええ、そうよ。10g の錠剤が 9g に置き換わったら、一つ置き換わるごとに 1g ずつ減っていく。つまり、2つが置き換わっていれば 2g、3つが置き換わっていれば 3g 減るわけだ。そう、このルールを使えば、合計の重さが、150g から何 g 減っているかによって、どの瓶の錠剤が 9g なのかわかるわよね。例えば結果が 147g なら元の 150g から 3g 減っているから、9g の錠剤が3つ混じっている。汚染された瓶は3番になるってわけよ。なるほど、もし結果が 145g なら、5g 少ないから 9g の錠剤が5つになって、答えは5番の瓶ってことだね。というわけで答えは、1番からは1錠、2番から2錠、3番から3錠、4番から4錠、5番から5錠を取り出し、一度に量りに乗せて重さを測る。その重さと 150g の差が、汚染された瓶の番号になる。素晴らしい、よく説明できたな。初っ端からめちゃくちゃ難しい問題だったわね。これは本気出していかないと。マイクロソフト入社試験、第2問、水位はどうなる？今、あなたは深い湖で一人でボートに乗っている。自分が持っている荷物をボートの外に放り出すと、湖の水位は上がるだろうか、下がるだろうか？ボートを浮かべられるってことは、湖は結構広いんでしょ？それなら手荷物一つを放り出したって水位の変化はゼロも同然じゃない？まあそうだが、たとえわずかでも、何らかの影響があるかもしれないだろ？あくまで原理的に考えてくれ。わかったわ。
タイムアップ。さて、答えは出たかな？ふっふっふ。読めたわ。これは引っ掛けよ。さすがはマイクロソフト、侮れないわね。ほう、どう引っ掛けてきたんだ？答えは変わらないでしょ？上がるか下がるかで聞いておいて、実はどちらでもないって寸法よ。なるほどな。では、霊夢はどう考えてこの答えを出したのかを聞かせてくれ。お風呂に入るとき、重たい大人が入ったらスレスレまで水位が上がって、たまに溢れたりする。でも、軽い子供が入ってもあまり上がらないでしょ？おそらく水位の変化に影響するのは重さ。ボートの中にあろうと外に放り出されようと、水に浮かんでいるものの重さのトータルは変わらないわ。つまり水位も変わらない。どう？正解でしょ？なかなか良い着眼点だな。だが、惜しい。不正解だ。自信あったのに？正解はどっち？上がるの？下がるの？まず一つに、この問題に答えるには場合分けが必要だ。数学でよく出てくるやつ、私あれ苦手なんだよね。でも、確かに考えてみれば、荷物って一言で言ってもいろいろあるもの。どう推移に影響するかは一概には言えないかもしれないわ。そしてもう一つ、霊夢が根本的に勘違いしているところがあるぞ。嘘？どこ？何か間違ってた？もちろん重さも深く関わっているんだが、水位の変化を決めるのは体積だ。水に入っている部分の体積がどれくらいあるかで、水位がどのように変化するかが決まるぞ。なんだかよくわからないわね。どういうこと？では詳しく解説しよう。この問題のポイントは、水に入るものが、押しよける水の量が増えたら水位は上がり、押しよける水の量が減ったら水位は下がることだ。さっきの霊夢の話を使わせてもらおう。お風呂に大きな体の大人が浸かると、その人の体積分の水が押しのけられる。押しのけられた水はどこかへ行かなければならず、結果として水位が上がるわけだな。なるほど、お風呂の水位が変わるのは、重さが加わるからというよりも体積が水を追い出すからだったのね。そういうことだ。物体が水の中に入ると、その物体が持つ重さと同じだけの水が押しのけられる。そして、押しのけられた水の体積の分だけ、水位が上がることになるぞ。また、水位の変化に影響するのは、あくまで水の中にある部分の体積だ。たとえ物が水に落ちても、完全に水面に浮いていれば水位は変わらないぜ。アメンボが500匹くらい湖に浮いてても、完全に浮いてたら水位に影響はないってこと？なかなかシュールだがそんな感じだな。では本題に入ろう。荷物をボートの外に放り出せば、ボートが軽くなって少し浮くから、ボートが水を押しよける量が減るよな。でも、外に落ちた荷物がその分だけ水を押しよけるから、差し引きすると同じでしょ？それならやっぱり水位は変わらないよね。私合ってたんじゃない、マリサの意地悪。ふむ。本当にそうかな？違うの？先に答えを言ってしまおうかな。実際にこの問題が出題された時、採用となった回答の一つはこれだ。手荷物が浮くならば全体の水位に変化はなく、手荷物が沈むならば水位は下がる。浮くか沈むかで変わるの？水の中にあるのは同じなのにどうして？だって、水の中にある部分の体積が違うだろ？つまり押しよける体積が違うということだ。確かに、そうね。なんとなくわかる気がするけど、いまいちピンとこないわ。物体が水に浮くとき、完全に水に浮くってことはあまりないよな。大抵は、物体の一部分が水の中に入っていると思う。では、どれだけの部分が水の中に沈むかは、どうやって決まるんだろうか？やっぱり重たければ重たいほどたくさん水に沈むわよね。例えば5キロのものを浮かべようとすると、5キロ分の体積の水が押しのけられ、押しのけられた水の体積分だけ物体は水に沈むことになる。ふむふむ。ではこのことを念頭に置いて、荷物が浮く場合と沈む場合の違いを考えよう。画面を見てくれ。青の部分は、荷物に由来する水中の体積を示しているぞ。では順に説明する。まず、荷物が軽くて放り出された後も水に浮いている場合だ。荷物を放り出したボートは、その分だけ軽くなり押しよける水の量が減る。放り出して荷物が宙に浮いてる一瞬は、水位が下がりそうだね。しかしその後、荷物が湖に落ちると、また荷物の重さが戻ってくるわけだ。落ちた荷物が水を押しよけるから、結局最終的に押しのけられる水の量は同じになる。これなら水位は変わらないわ。次に、荷物がとても重くて完全に沈んでしまった場合だ。これ、予想と違ったんだよね。重いものが沈んだなら水位は上がると思ったんだけど、荷物がボート上にある場合はその重さを船が支え、ボートと荷物を合わせた重さと同じ重さの水が押しのけられて、その体積分だけボートの底が水中に沈んでる。荷物を放り投げた一瞬、ボートは軽くなり、押しよける水の体積が減って水位が下がる。しかし、その後で荷物が沈むと荷物が押しのけた体積分だけ水位が上がる。
ここで注意すべきは、荷物が完全に沈む場合、荷物と同じ重さの水が押しのけられるのではなく、荷物と同じ体積の水が押しのけられることだ。荷物が水に沈むってことは、水よりもぐっと詰まって縮こまった感じの物体ってことだよね。ああ、その通りだ。その分だけ荷物が押しよける体積は小さくなり、水位が上がるレベルも小さい。そうなると、ボートが荷物を手放して水位が下がった分の方が、荷物が沈んで水位が上がる分より多くなるから、結果的に水位が下がる。荷物を積んでいた時にボートが水を押しのけていた分より、水に沈んだ荷物が押しよける方が少ないから、水位が下がる分、大なり水位が上がる分で水位が下がるってこと？ああ、そこまでわかっていれば OK だ。ふわあ、難しかった。この出題の背景には、受験者が基礎物理学の知識を持ち合わせているか、意表をついた問題にも柔軟に対応できるかどうか、また最後まで問題を注意深く解いていくかどうかを、じっくりと見る意図が見え隠れしているぞ。これならかなり受験者の数が絞られそうね。やっぱりマイクロソフトに入るのは簡単じゃないわ。マイクロソフト入社試験、第3問、ジェット機の重さ。あなたはジェット機の重さを測らなければならない。え、あの大きな飛行機？そうだぜ。機体が大きすぎて測りが使えない。さて、どうやって測ればよいだろうか？大きすぎて測りに乗せられないなら、まずはすっごく巨大な測りを作っちゃうのはダメ？うん、測り全般 NG で頼むぜ。測り以外に重さを測れるものってある？どうしたらいいんだろう。それじゃあ考えてくれ。タイムアップ、答えは出たかな？ダメだ、一つも思いつかない。ヒントをください。そうだな、さっきの問題を参考に考えると良いぜ。さっきのって、ボートから荷物を投げて水位がどうこうっていう？そうか、物が浮かぶと、物の重さの分だけ水が押しのけられて水位が上がる。これを利用したらいいんじゃない？いいぞ、その調子だぜ。ジェット機を水に沈めて壊れたら困るから船に乗せたらいいのかしら。重いものを乗せればそれだけ船が沈んで、高いところまで水面が上がってくるでしょ？逆に言えば、重さが同じなら水面が到達する位置も同じになる。よし、答えができたわよ。では発表してくれ。まずはジェット機が乗るくらいの大きな船を用意して、その船が浮かぶくらいの深くて大きな湖に行くわ。船を水に浮かべてその上にジェット機を乗せ、水面が当たった部分に印をつける。そしたら一旦ジェット機はその場から撤去させて、今度は重さが分かっている重りみたいなものを用意するの。それから、重りを乗せて船を沈めていき、さっきの水面の印の部分に再び水面が来たらストップ。そうすればその重りの重さが、ジェット機の重さになるはずよ。完璧だ、素晴らしいぜ。やったー、さっきの水位の問題様々だね。マイクロソフト入社試験、第4問、アリがぶつからない確率。アリって、黒くて小さくてちょこまか動くあの昆虫のアリのこと？そうだぜ。問題はこれだ。アリが3匹、三角形の3つの角に1匹ずついる。それぞれのアリが別の角に向かって、同時に辺の上を移動し始めた。どちらの角に向かうかはアリの気の向くままなのでわからない。さて、どのアリも衝突しない確率はいくらだろうか？確率か。数学の中でも苦手なタイプ。頑張ろう。なお、この問題には特別ルールを設ける。私が面接官だと想定して、2回まで質問するのは OK とするぞ。あら、それは助かるわね。じゃあ、もちろん、答えを教えて、はなしだぜ。チェ、バレたか。では考えてみてくれ。タイムアップ、答えは出たかな？えっへん、質問なしで答えにたどり着いたわ。ほうほう、では聞かせてくれ。問題にアリは辺の上を移動するとあるから、周りの線の上しか動けないってことだよね？そうなるな。だったら、アリが衝突をしないで移動する方向はたった2通りしかないわ。どのアリも三角形の辺上を右回りに移動するか、どのアリも左回りに移動するかのどちらかよ。そうじゃないと、必ずどこかで衝突してしまうわ。ふむ、もう少し詳しく説明してもらえるかな？いいわよ。3匹のアリに名前をつけて、A、B、C としましょう。1つ目の頂点には A、2つ目の頂点には B、3つ目の頂点には C がいて、別の角に向かって同時に動き始めるわ。例えば A が右回りで B が左回りだったとしたら、向かい合って進むことになる。三角形の角の部分まで行こうと思ったら、たどり着く前に衝突しちゃうわ。確かにそうだな。
同じように考えていくと、どれかに引きが楽方向に進んだら必ずいつか正面衝突するの。だから、衝突しないためには3匹が同じ方向に向かうしかないわよね。そうだな。OK、続けてくれ。3匹を一緒に考えるとややこしいから、A をメインに考えるわ。ここの1匹に注目するってところも、大事なポイントね。A のアリが右回りと左回りのどっちの方向に行くかを決めてしまうと、残ったアリ B も C も衝突を避けるために、A と同じ方向に行かなければならないわ。アリはランダムに方向を選ぶから、第2のアリ B が A と同じ方向に移動する確率は2分の1。第3のアリ C が A と同じ方向に移動する確率も、やっぱり2分の1になるわね。よって、3匹のアリが衝突を避けられる確率は、2分の1かける2分の1イコール4分の1。つまり 25%。どう？今度こそ大正解でしょ？惜しい。A 惜しいって何？どこがダメなの？ベースは OK なんだが、霊夢の出した答えが成り立つには追加で前提条件が必要になるぜ。だからこそ2つまで質問して OK だったわけだ。同じ方向に進み始めても衝突してしまう場合が2つあるぞ。本当に？ひたすらぐるぐる回って永遠に追いかけっこだと思うんだけど、今の霊夢の言葉にヒントがあったぜ。まずひたすらぐるぐると言ったが、そんな条件は書いてあっただろうか？え、どういう意味？問題にあったのは、辺の上を移動し始めた、だっただろう？つまり、スタートした後どうするかについてはどこにも書いていなかった。あ、もしかして、途中で向きを変えて戻っていくかもしれないってこと？その通りだ。衝突しないためには、ひたすら同じ方向にぐるぐる回ってもらわなければならないぞ。さらにもう一つ、霊夢は永遠に追いかけっこと言っていたが、どうして追いつかれることはないとわかるんだろうか？確かに。その可能性はあるわね。全く考えてなかったわ。例えば A が B に追いつくのは、A の方が B よりも早く進む場合だ。だんだん距離が縮まって、そのうち後ろから追突されちゃうわね。この状況は、どのアリとどのアリのペアについても起こりうる。永遠に追突されないためには、すべてのアリが同じ速さで進む必要があるんだ。だから、まず面接官にするべき2つの質問は、途中でアリたちが向きを変えることはありますか？アリの速さはすべて同じですか？だ。その質問に対して向きは変えない、速さはすべて同じ。という答えがあって初めて、私の出した回答が成り立つってことね。そうじゃないと、ぶつからない可能性はゼロになってしまうからな。実際この質問は、面接中に応募者とのやり取りの中で、これらの考え方や解き方、進め方の質問が出ることを想定しながら、最終的な回答に至れば正解、という出題形式になっている。その背景は、出題内容の曖昧さを見抜き、面接の中でいかにそれらを指摘し解決していくか、そのやり取りから資質を見ていこうという意図を持って出させるものらしいぞ。要は意地悪問題じゃん。やっぱりマイクロソフトは一筋縄じゃいかないわ。というわけで、さっきの答えをもとに完璧な正解を作ってみると、3匹のアリが衝突しないためには、3匹とも同じ方向に同じ速さで移動する場合で、その確率は2匹目のアリと3匹目のアリが1匹目のアリと同じ方向に向かう確率となり、2分の1かける2分の1イコール4分の1で 25% になる。バッチリ、パーフェクトだぜ。では次で最後にしよう。え、もう？今まで結局は全敗。次こそなんとか解きたいわ。マイクロソフト入社試験、最終問題、B 玉の確率。B 玉か。小さい頃集めたっけ。なんだか懐かしいわね。ここに、瓶が2本と B 玉が100個ある。B 玉のうちの50個は赤で、50個は青だ。瓶のうち1本をランダムに選び、瓶から B 玉をランダムに1個取り出す。取り出した B 玉が赤になる可能性を最大にするには、どうすればよいだろうか？また、その場合、赤い B 玉を選ぶ可能性はどれだけあるだろう？なお、B 玉は100個すべてを瓶に入れておかなければならないぞ。もしかしてまた引っ掛けだったり。いや、私としては、今回は特に意地悪は感じないな。よかった、じゃあ考えてみよう。タイムアップ、答えは出たかな？わかったわ。片方を全部赤にしておけば、その瓶を選ぶと確実に赤を引けるわよね。最初に瓶を選ぶときは勘で勝負だけど、それが一番可能性が高いと思うわ。赤い B 玉の瓶を選ぶときは2択だから、確率は2分の1になる。よって答えは、片方に赤 B 玉を50個、もう片方に青 B 玉50個を入れる。その確率は 50%、どう？正解だよね。惜しい、あと一歩。そんな、また惜しい？どこがダメなのよ、もう。
そう格下するな。霊夢、一つ聞くが、ビー玉は半分ずつに分けるという前提で考えていたりしないか？そうだけど、あ、確かに半々にとは言われてないわね。そこに気づけるかが一つのポイントだな。霊夢の言う通り、一つの瓶を赤だけにしておけばその瓶からは確実に赤いビー玉が引ける。赤いビー玉50個と青いビー玉50個で分けた場合、赤を引く確率は 50% だ。これに、赤の方には50個全てを入れておく必要はない。というポイントを付け加えて考えてみようぜ。片方は赤だけにするとして、もう片方からも赤を引く確率を高めるには、できるだけ赤の割合を高くすれば良いのよね。もうほとんど赤にしちゃったらいいんじゃない？ふむ、それはどういう状態かな？片方に入れるのは赤一つだけにして、残りは全部もう片方の瓶に入れちゃうの。つまり、赤ビー玉1個だけの瓶と、赤ビー玉49個と青ビー玉50個の瓶ができるわ。それならほぼ確実に赤が引けそうだな。確率はどうなるんだろう。まず、赤ビー玉1つの瓶から赤を引くパターン。2本の中からそっちの瓶を選べば良いだけだから、確率は2分の1の 50% ね。次は赤ビー玉と青ビー玉入り瓶から引くパターンだな。まずそっちの瓶を選ぶ確率が2分の1でしょ？その瓶から赤を引く確率は、赤を合わせて全部で99個入っているうちの49個だから、99分の49になるぞ。2分の1かける99分の49を計算すると、結果は 0.2474 のエンドレスだね。つまり確率は 24.7474% で、さっきの 50% と合わせると、74.74% になる。できた、答えはこれよ。赤ビー玉1個だけの瓶と、赤ビー玉49個と青ビー玉50個の瓶に分ける。その確率は約 75%。大正解だ。ああ、結局ノーヒントで正解は0か。そう、惜しいところまで行ったのにな。かなり良いところまで行ってたし、なかなか有望株だと思うぜ。その悔しさをバネに次回も頑張ってくれ。もちろんよ、ぜひまたチャレンジさせてね。今までの診断テストを再生リストにまとめたから、他の動画も見てみてくれ。じゃあ今回はこんなところで終わろうと思うぜ。ご視聴ありがとうございました。